西尾駅は愛知県西尾市住吉町にある名鉄西尾線の駅である。駅番号は GN10。西尾市の代表駅であり、全列車が停車する。島式一面二線ホームの高架駅。友人駅。駅窓口は2階、改札口は2階、または3階、ホームは3階という構造である。3階の改札口はエレベーター専用である。 エレベーターを使う場合、乗車の際には乗車券を購入した後エレベーターでホームに上がり、ホーム上に設置されている改札口を通る。逆にエレベーターを使用して下車しようとする場合には、同じくホーム上にある改札口を通って2階1階に降りることになる。普通列車は大部分が新安上駅当駅間の運行で、急行が当駅平吉良吉シ駅間の各駅に停車する。なお、 2008年6月29日より当駅で種別変更をする列車や、平吉台駅の特急は運転されていない。また、6両編成が乗り入れできるのも当駅までとなっており、1日1往復だけ当駅から名古屋駅の一部特別車特急が運転されている。1989年に連続立体交差事業で完成した高架線は、 約800メートル北隣の西小口駅の降下も合わせたもので、西小口駅から北へ200メートルほど過ぎたあたりで線路が地上に降りる。西尾駅からのこの区間の降下橋はあらかじめ複線化に対応して作られ、2008年6月14日に北側600メートルの区間が複線化された。また、西尾駅から南側は六両対応の留置線として利用されるため、 高架橋の一部分が伏線の構造になっているが、あとは単線の構造である。この事業は計画から着工までに時間を要したが、着工が決定した後は、折からのバブル景気の勢いに乗り、予定よりも早く完成した。名古屋本線の駅でもある新安城駅を除けば、西洋線では当駅の利用者が最多で、また駅前にバスターミナルや駐輪場が設置されていることから、 西尾市内にある高校への通学利用者も多い。近年の1日平均乗車人員は、下評の通り、ありがとうございます。